回は新生延岡プロジェクトについて聞きました。前回はですね、この延岡市が東九州の基幹都市に位置づけられたことなどですね、こういう今回この新生延岡プロジェクトを策定したその理由だとか、あるいは背景ということについてお話をしたところでございますけれども、今回はその内容についてご説明をしたいと思います。この新生延岡プロジェクトですけれどもね、これは地域の経済活力をつけるということを一番の眼目としているわけですけれども、新しい延岡を作る原動力となる事業ですね、これを3つのプロジェクトとして掲げております。でこの3つのプロジェクト、それは雇用創出プロジェクト、中心市街地プロジェクト、そして公共交通プロジェクトということになります。そしてですね、これを下支えする3つのベースプロジェクトというものも掲げております。それが地域医療プロジェクト、教育振興プロジェクト、そして生活環境施設プロジェクトということになります。この期間としましてはですね、平成27年度までを計画しておりますけれども、その期間内におけるこのプロジェクトの総投資額というものをですね、想定をしてみますと、大体今200億円以上にはなるかなというふうに計算をしているところです。はい、まずですね、雇用創出プロジェクトですけれども、延岡市にとりましてね、これ中長期的に非常に一番大きな課題というのは、働く場所が少ないということだろうと思うんですね。ですからこれに対して雇用の場を積極的に作っていくということが非常に重要だと思います。でこれをやるためにですね、新しいその企業誘致ということを進めていくということ、それからもう一つは地場の企業の育成ということ、これを進めていくということですね。この2つをやっていかなきゃいけないわけですけれども、まずその企業誘致ということについて言いますと、工業用地だとかですね、あるいはコールセンターというようなことをよく言われますが、こういうIT 関連企業、こういうものを誘致するためのオフィスビル、これも少ないんですね、延岡には。ですからこういう工業用地、あるいはオフィスビルの整備など、いわゆるその受け皿の準備を進めるということが大事になるかと思います。これについてはですね、今非常に厳しい経済環境の中ですから、難しい部分もありますけれども、これから先いずれ景気が回復したときにですね、しっかりとこうしたものが着実に進めていけるように準備を進めていく必要があるというふうに思います。そして私自身もですね、企業訪問を積極的に行うとか、こういったことを今現在も続けてますし、企業立地推進本部、ここを中心としてこれからも積極的に取り組んでいきたいと思います。もう一つがですね、地場の企業とか、あるいは地場産業の育成ということですね。でこれにつきましては、いわゆる各産業ごとの振興計画、例えば工業振興ビジョンなどですね、こういったそれぞれの産業ごとの振興計画をしっかりと着実に進めていくということが、まず何よりも必要だろうと思います。そして、いわゆる農商工連携だとか、あるいは産学官連携というようなこともありますね。こういったことによって、新たな商品を生み出したり、あるいは新たな産業を生み出していくということも必要になってくるかと思います。次にですね、中心市街地プロジェクトですね。でこの中心市街地プロジェクトですけれども、延岡駅だとか、あるいはその周辺、いわゆる中心市街地ですね、こういった場所ににぎわいを取り戻すための取り組みということが言えるかと思います。そのためにはですね、JR と路線バスとの連結を強めるためのですね、ターミナル機能の強化だとか、あるいは鉄道輸送の物流拠点としての強化、あるいは延岡の玄関口ということですから、この延岡の玄関口としての機能の集約というようなことが入ってくるかと思います。そこで、このプロジェクトではですね、これまで、街中ワークショップだとか、あるいは中心市街地活性化懇談会というような中で、ご提言をいただいた内容を踏まえて、関係機関と協議を進めて具体化していきたいと考えております。
で内容としてはですね、延岡駅の強靭化を含めたリニューアルだとか、あるいはバリアフリー化といった、こういう駅舎整備のほかにですね、駅の東西自由通路の整備、そしてバスターミナルや、観光物産機能等を持つ、複合ビルの併設というようなことも、あるかなと思います。次にですね、公共交通プロジェクトですね、一つのポイントとしてはですね、バスなどのいわゆる公共交通が今まで整備されていない、公共交通の空白地帯、こういう地域への公共交通の導入というようなこと、これをポイントとして考えていくことにしております。昨年10月にはですね、乗り合いタクシーを安井神戸地区と、そして上三輪中三輪地区のこの2地区に導入をしましたけれども、今後他の地区にも導入を進めていきます。また本市の公共交通の核として宮崎交通バスがあるわけですが、その現在の路線とかダイヤの維持存続というようなことにもですね、合わせて取り組みながら、コミュニティバス等とも連携をした、より便利な交通 体系づくりということを目指していきたいというふうに思います。それからですね、中心市街地に、にぎわいを取り戻すためには、その中心市街地へ その公共交通によるアクセスの強化ということが、これは不可欠だと思いますね。ですから、先ほどの中心市街地プロジェクトともしっかりこの公共交通プロジェクトが連動するという形で、合わせてこれは取り組んでいかなければいけないテーマだと思っています。次にベースプロジェクトについてです。これまでにお話をしたメインプロジェクトを強力にこれを推進していくためにもですね、市民の皆さんが安心して暮らしていける、そういう環境の整備っていうものが、その下支えとして必要になってくると思います。そのためにですね、地域医療プロジェクト、そして教育振興プロジェクト、生活環境施設プロジェクト、この3つのベースプロジェクトを合わせて進めてまいります。まず地域医療プロジェクトについてですけれども、これにつきましてはですね、県立延岡病院での相次ぐ医師の退職等によりまして、県北医療大変危機的な状況に今あるということが言えるかと思います。こうした状況の中で、これからこうしたその医師確保に向けての取り組みだとか、あるいは地域内での救急医療の連携体制づくり、こうしたことに取り組んでいきたいというふうに思っております。そして次に教育振興プロジェクトについてです。これにつきましては、学力向上対策、そして、小中学校施設の整備充実、そして、スポーツ文化の振興というような、この3つをですね、柱としながら取り組んでいくことにしております。3つ目の生活環境施設プロジェクトについてですけれども、これにつきましては、新遊休園、仮想場ですね、新遊休園や、ゴミの新最終処分場、こうした施設の建設を進めてまいります。そして今年4月から本格稼働しますけれども、新清掃工場のこの円滑な運用にも取り組んでまいります。ご案内のように、世界的な経済不況によりまして、延岡を取り巻く環境も非常に厳しく今なってきています。ですから、市としても緊急経済対策、あるいは緊急雇用対策などを講じながら今進めているところです。しかしですね、今こうした厳しい時代だからこそ、なおさらですね、私たちはしっかりと顔を上げて、そしていずれ景気が良くなるという、そういう時期が来ることもしっかりと見据えつつ、これから街づくりにしっかり取り組んでいくということが必要だろうというふうに思います。そのためにもですね、この新生延岡プロジェクト、これを一つの延岡の夢として、ぜひ市民の皆さんと共有をして、そして市民共同の街づくりの姿として、ぜひこれを進めていきたいというふうに思います。ぜひ市民の皆さんのご協力とご支援、よろしくお願い申し上げます。